中高電鉄大使線の駅及び、川崎市電の停留所である。1970年に正式に廃止された。現在の川崎貫物駅の海側、国道132号や高校車転西南角に存在した。現在は、川崎市バス塩浜停留所がある。跡地は、重機会社が所在している。相対式ホーム2面2線の駅として開業。 下り線は貨物列車を運行するため参戦機場となっており、終電後に運行されていた。塩浜、桜本間の京急路線が川崎市電へ譲渡された後、京急は下り線側のホームと線路を撤去して上り線のみの運用を行い、下り線の跡地に改めて川崎市電が安全地帯と線路を設置した。京急の駅舎は、 上り線ホーム側に置かれていた。なお、京急と川崎市電の基間は、同じ1435ミ、mm、リメートルであったが、線路は分断されていた。ただし貨物専用の線路はそのまま損置され、川崎市電はそのまま3000となって、貨物列車は京急から、川崎市電を経由し国鉄線へ乗り入れていた。1964年3月25日の休止を、受け。 京浜急行電鉄と川崎市交通局では代替バスを運行したとの資料が残っている。京浜急行の代替バスは小島新電駅ではなく手前の産業道路駅から産業道路を南下し潮浜方面に向かっていた。また当時、京浜急行は産業道路駅から浜川崎駅までの産業道路に現在よりもずっと多くのバスを走らせており、 大市境を渡って、東京都内の国鉄蒲田駅や遠くは、大森駅まで行く路線も運行されていた。それら路線も大体バスの一億を担い、池上神殿で、市電やトロリーバス、水江線に接続する役目があった。一方、川崎市バスは、国道132号上を走る、不等線で、川崎駅への直結輸送を行い、渡り田線で、 市電存続区間への輸送を行った。1970年の正式廃止の後、京急バスは、川崎市南部での運行を大幅に縮小。2020年1月15日、免許維持路線として残っていた蒲田駅と JFE を、結ぶ1日に往復が廃止され、京急バスは撤退した。また、川崎市バス、渡り田線も手前の JFE や、 川崎アイランドスイートまでで運行を打ち切る便が多くなっている。駅休止時点、ありがとうございます。